時代前期から中期にかけての敗人、大見門文。正門文十明の一人。名は百中、字は羽、羽根勘、妖名を平助または、金平という。五郎位、無子寺、卓いを、六六庵助石案、波刀郎、横社庵風橋道など多くの別号がある。大見国彦根藩の藩士で、絵師でもあった。明暦2年8月14日。 佐々木高綱を演祖とする三百国鳥の彦根藩士、森川与え自衛門の子として、彦根城下矢部下に生まれる。21歳で、いい直すみに仕える。天那2年27歳の時、父親が大津三倉役を務めたことから、巨録も七年間大津に住み父を手伝う。武士として、剣術、馬術、創術に通じ、槍については、 宝蔵院流創術鎌十文字ありの名人であった。巨録は若い頃から監視を収め、絵は、か野たんの弟で、奥江氏のか野や信に学んだという。また、次書徘徊問答の中では、遠方の初めに、若や徘徊ははじめ北村麒銀、田中常則などに学んだとし、断林派の徘徊に属していた。元禄二年三十三歳の時、 父が隠居したため、後を継ぐ。この頃から本格的に、早道を志し、大見正門の古参考差昭白の門を叩き、元禄四年江戸下校の折に、正門十明の宝井企画、服部乱説の指導を受けた。元禄五年江戸深川にいた場所に入門し、場所より、陸芸に通じた、多芸の祭人であったことから、巨禄という号を授けられた。 入門に際し、巨録が読んだ、十段後も小粒になりぬ秋の風という句を、馬蕉は激唱した。巨録が馬蕉から指導を受けたのは十ヶ月に満たないが、馬蕉は巨録に徘徊を教え、巨録は馬蕉に絵を、教えたと伝えられる。元禄六,六年彦根に帰る際に、馬蕉から、サイモンの字と徘徊の奥伝書を授けられた。彦根では、芭蕉親の桜の木を切って、 馬所像を作り、河合一月に送ったと伝えられ、また、馬所の門人で、彦根成光平田にある、名寺主寺の住職、河野龍とは、元六十五年廃所、陰二木、返答などを、共同編集し、彦根の廃会会をリードした。また、法営三年、十三河川、聖徳二年、昭風彦根からだ、聖徳五年、歴代国慶殿など、先週や、 作法書を編んでいる。そして門人として直しるべ松井村、北山家、寺島市進むなどを指導した。晩年、宝永四年五十二歳頃から来病を病み、同七年意を辞し、家徳を、養子の百親に譲る。聖徳五年八月二十六日に死去した。娘婿の百親は、獅子年の出で、 秋獅子戸氏の獅子戸高江の孫、獅子戸影吉の直系子孫にあたる。寛永14年頃に百親の祖父獅子戸元信が、萩藩を辞して、彦根藩主となった。洋父同様法蔵院流創術鎌十文字ありの、名人で、法蔵院流十文字目録並み目録外を記して、後世に伝えている。ありがとうございます。